テムズの戦い、またはモラビアタウンの戦いは、米英戦争中の1813年10月5日に、アッパーカナダのチャタム近くで米英がインディアンの領土を奪い合ったインディアン戦争。米英領陣営がそれぞれ同盟したインディアン部族による代理戦争でもある。イギリス軍とアメリカ軍が北西部領土の支配権をめぐって起こした戦闘である。英軍。 米軍それぞれに同盟するインディアンが戦闘に加わったが、アメリカ軍の決定的勝利となり、勇猛で鳴らし、イギリス軍と同盟していた、小人族インディアンの英雄、テカムセが戦死した。結果的に、イギリス軍とインディアンの同盟も消滅した。1813年9月、オリバー・ハザード・ペリー指揮するアメリカ海軍が、エリーコの古城戦で、決定的勝利を奪った。 イギリス軍のヘンリー・プロクター将軍は補給線を失うことを恐れ、テカムセの助言も入れずに、マルデントリデから撤退を始めた。アメリカ軍のウィリアム・ハリソン将軍は、プロクターを追って、アッパーカナダに入った。テカムセは何度も、プロクターを説得して、アメリカ軍と向き合わせようとした。最後はプロクターが折れて、テムズ川のモラビアタウンで、ハリソンと対峙することになった。 ウィリアム・ハリソンの軍隊は少なくとも3,500名の不評と騎兵がいた。その中には、ダンカン・マッカーサーとルイスカス将軍の下にそれぞれ正規不評部隊がいた。リチャード・メンター・ジョンソン大佐が、ケンタッキー騎兵を率いた。ケンタッキー民兵の5部隊は、アメリカ独立戦争の英雄で63歳のアイザック・シェルビーが率いた。ジョンソン指揮下の志願兵の多くは、 レーズン川の出身であり、レーズンを忘れるなをスローガンに徴兵されていた。プロクター軍には約800名の正規兵とテカムセラ約500名のインディアンがいた。イギリスの兵士は徐々に士気を失いつつあり、プロクターがなかなか踏みとどまって戦おうとしなかったので、テカムセたちインディアン戦士は辛抱しきれなくなっていた。プロクターはインディアンによる反乱を恐れていた。 イギリス軍はハリソン軍から逃げるために長く急速な行軍を強いられたので食料の配給も半分に減っていた。ハリソン軍は前進するにつれてイギリス軍の落語者に会うようになりこれを捕まえていった。ウィリアム・ハリソン10月4日、テッカムセラはチャタムの近くでアメリカ軍と小競り合いを演じアメリカ軍の歩みを遅らせようとした。インディアン選手たちはすぐに圧倒され、 プロクターの副官オーガスタス・ウォーバートンはその物資、弾薬をアメリカ軍に奪われてしまった。10月5日、プロクターはモラビアタウンで正規兵の戦列を敷き、大砲でアメリカ軍を道路から追い出してテムズ川の包みに追いやろうと考えた。小人族の戦士はイギリス軍の右手にある沼地に集結してアメリカ軍の側面を突こうとした。 ハリソン将軍は戦場を調べて、ジェームズ・ジョンソンにイギリス軍の正面からの攻撃を命じた。ジョンソンはインディアンの側面からの攻撃をものともせずに突破し、イギリス軍の大砲も使えなくした。即座にプロクターとイギリス軍は撤退を始めたが、多くの者がそこで降伏した。テカムセたちは踏みとどまって戦いを続けた。 リチャード・ジョンソンが20機の騎兵の戦闘に立ち、アメリカ軍の主力の動きから気を反らせようと、インディアンに攻撃をかけたが、テカムセたち小児遺族戦士が、マスケット銃の一斉射撃を行い、騎兵の攻撃を、食い止めた。ジョンソン隊の15名が死傷し、ジョンソンも銃弾誤発を受けた。ジョンソン隊は、沼地の泥にはまって動けなくなっていた。英雄、テカムセは、 この戦闘中に殺された。ジョンソン大佐がテカムセの殺害者かもしれないが、確たる証拠はない。ウィリアム・ホワイトリーというアメリカ独立戦争の古参兵がテカムセを殺したもう一人のものとされている。ホワイトリーはケンタッキーのクラブ・オーチャード生まれでテカムセたちインディアン攻撃に志願していた。ホワイトリーは テカムセの死体が見つかった時に、その頭皮を剥いでテカムセの妻に送ることを、ハリソン将軍に求めた。アメリカ軍の主力が沼地を制圧し、ジェームズ・ジョンソン部隊は、イギリス軍の反撃から逃れた。アメリカ軍の増援が集結し、テカムセが戦死したという知らせは、急速に広まり、インディアンの抵抗は、運産無償した。この土作作に、白人騎兵隊が、 モラビアタウンを焼き払った。この町は戦闘に何の関与もしていなかったキリスト教、マンシー族インディアンの平和な集落であった。イギリス軍は12名が戦死、35名が負傷後に捕虜となり、442名が降伏した。インディアンは33名の戦死が戦死した。イギリス軍は疲れ切って戦意をなくし、 半分は植えたままで一回切りの一斉射撃を返して3名のアメリカ兵を負傷させ、その後に退散した。アメリカ軍の損失の他の部分はインディアンによるものだった。インディアンも士気が衰えていたが、自分たちの領土での生活権がかかっている彼らは、イギリス軍よりははるかに強い決意で戦っていた。英雄テカムセ・テムズの戦いは、アメリカ軍の決定的な勝利に終わり、 米英戦争の残り期間、アメリカ軍が北西部領土を支配し続けることになった。しかし、ハリソンは、この勝利を次への突破口にすることもなく、モラビアタウン焼き討ち後はデトロイトまで引き上げた。この地域の前線は戦争終結まで静かなままになった。白人の間では、ハリソンの人気が上がり、後にアメリカ合衆国大統領に選ばれることになった。 リチャード・メンター・チョンソンは、テカムセを殺したと噂されたことを手柄に、アメリカが州国副大統領になった。プロクターは後に、臆病さをさらけ出したとして、軍法会議にかけられ、指揮を外された。歴史家は、幾分プロクターに同情的であり、エリーコがアメリカ軍に支配されていたことと、デトロイト前線には限られた戦力と物資しかなかったことをその根拠としている。 テカムセの戦士は、テカムセが呼びかけたインディアンの同盟に大きな打撃となり、その後の戦闘に対しては、実質的に消滅した。北西部領土を領土としていたインディアン部族は、永久にその領土を失うこととなった。AB ストレングスナンバーズコンポジションフロムジョン、スグデン、テカムセ、A ライフ、ピアニッシュも368から72、カジュアルテ T フィギュアスフロムジョンール エルティングアマチュアズツーアームスエミリダリーヒストリーオブザオーブ 1812P113 ありがとうございます。